今月ある67歳になられる女性が、白内障の手術を予約されました。長い間不快感で悩んでおられました。で彼女はですね、この目のドライアイという年のせいだと、思っていたわけです。ところが彼女の不快感は思っていたこととは異なっていました。眼科の専門家のルパル・アマリア・リア、医師は、この患者は白内障の手術前は視力の支障を訴えませんでした。ところが病気で麻酔科の医師が手術のために麻酔手術を打とうとしたときに、コンタクトレンズの塊を発見したんです。麻酔科の医師が麻酔を注入するために目を開いた状態に保つために顕微鏡をこの入れたところですね、まぶたの下に青色の塊に気づいたんです。合計27枚のコンタクトレンズが入っていたんですね。医師はもう驚きました。こんなこと今まで体験したことがない。でアメリカの眼科学会の代表者はですね、過去にコンタクトレンズ1枚が目に入り込んだ患者を診察したことがありますが、27枚は初めてですと、このように話していました。この女性、過去35年間毎月使い捨てのコンタクトレンズを、このつけていたんですね。で目の中にどれだけの間、これほどのレンズが入っていたのか分かりませんが、ただ彼女はレンズを目から取り出すときにレンズが見つからなかったそうです。もしかしたらどこかで落としたと受け取っていたんですね。ところが彼女のレンズはですね、目の奥の方に隠れていたわけです。コンタクトレンズを使用している人は気をつけましょう。何かおかしいなと、視力障害と思った時には、お医者さんに診断してもらう必要があります。ところが彼女は医者の診断、相談にも行かずに自分で一生懸命直そうとしたんです。失ったレンズの代わりにまたレンズをはめ込む、それが問題解決につながると彼女は思った。はめ込み続けた。この患者に必要だったことは、不必要なものを取り除くことだったんです。この人が抱えていた問題、このマルコの福音書に登場する弟子たちの問題とよく似ているなと私は思いました。視力障害を治してくださるイエスのところに助けを求めないで、自分自身により頼む、この独立独行で一生懸命彼らは頑張っていたんです。弟子たちの自我中心的な考えが、この強くなれば強くなるほど独立独行の生き方になってしまう。結局自分自身を破壊してしまう危険に自らをさらしていたわけです。たくさんの群衆がイエスのところに集まれば集まるほど、弟子たちは偽善、人気稼ぎ、日常へのこの消費にこのはまりやすくなっていました。その原因は自分を頼むことだったんです。自分を頼りにする、そういうこの習慣が彼らについていたわけです。で今朝の箇所に登場する全盲の人は弟子たちを映し出しています。イエスが彼らに見せているものが何であるか理解できなかった。しかしイエスが盲人の目を癒されたように、
弟子たちの霊的盲目を癒してくださることがおできになるお方であることをここで教えています。今朝の盲人と弟子たちのこの2つの出来事が教えているポイントは、イエスの癒しによって私たちの霊的視力が回復され、神の御心は何かをはっきりと知ることができるようになるということです。イエスの癒しによって私たちの霊的視力が回復されて、神の御心は何かをはっきりと知ることができるようになるということ、このことを3つの要点から学びます。1つは、イエスを拒絶すれば霊的全盲の状態のままであるということです。22節に、彼らはベッサイダに着いた。すると人々が盲人を連れてきて彼に触ってくださるようにイエスに願ったと。イエスは盲人の手を取って村の外に連れて行かれた。古代視力は理解力の例えとして用いられました。現在も同じです。盲目とはこの怪我やまた病気、遺伝で見えない状態のことです。最近の調査でアメリカ人の約半数にあたる 47% が記憶力を失うこと、歩けなくなること、耳が聞こえなくなるよりも目が見えなくなることを心配していることが分かりました。面白いことは、調査に参加したうちの 30% が一度も眼科の医師に目を検査してもらっていないということなんです。盲目の別の意味は認知力の欠如、認識不足、判断不足です。どれほどの人が自分たちの霊的視力を定期的にチェックしているだろうかと思います。霊的な盲目というのは、これはこの天地を創造した誠の神を信じない、その御子イエス・キリストを信じない、聖書の言葉を信じない人がかかる悲惨な状態のことです。霊的に盲目の人は神の言葉は理解できません。神がどのようなお方であるかも分かりません。大自然を観察すれば創造主がおられることが分かります。この大自然はこのお方を拝み、このお方の下に従順へと導くものなんですけれども、神を信じないために、この天と地を創造された作り主を信じないために霊的に盲目になってしまいました。ですから創造主なる神を敬い感謝を捧げること、これは私たち人間の義務ですけれども、できない。この世の情事や道徳の腐敗に陥ってしまう。で、それで神は人間をですね、霊的盲目に引き渡されて、救い主なるイエスの招きを受けない限り、その霊的盲目の状態のままになってしまうんです。ですから、被造物を創造された神を拝まないで、獣や人間や這うもの、脅威と感じる山とか川とか滝を神として、八百万の神々を崇拝してしまいます。彼らはイエスもこの方の言葉も信じないために、永遠に関わる人間の核となる魂、霊に関わる重大な霊的な真理が見えない状態にあります。霊的全盲の状態です。で、ここに登場する盲人は全盲でした。何も見えませんでした。それで村人たちがこの盲人をイエスのところに連れてきて、彼に触ってくださるように願ったんです。
で、それでまずイエスは彼に何をされたのか。イエスは盲人の手を取って、そして村の外に連れて行かれたんです。もちろんそこには弟子たちも一緒です。注意していただきたいです。イエスは全盲の人を招きました。彼と個人的に関わるためです。盲人はイエスの招きを拒絶することもできたんです。どこに連れて行くんですか、私行きません。しかしイエスについていくこの人の志にイエスへの信頼、信仰が見られるんです。わずかな信仰です。27節に飛びますけれども、イエスは弟子たちとピリポ、カイザリアの村々へ出て行かれたと。で、その途中イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は私を誰だと言っていますか。盲人と同じように弟子たちもイエスから私についてきなさいと、その招きに応えて村から村、村から村へと、この時までずっとイエスに従ってきました。この盲人も弟子たちもイエスの招きに応えたのです。誰でもイエスについてきなさいとの招きを歓迎する人は霊的全盲の中にはとどまりません。しかしイエスを拒絶するならば霊的全盲の状態のままであると。あなたならどうしますかと。二つ目のポイントです。イエスに信頼すれば霊的理解力が徐々に授けられます。イエスに信頼すれば霊的理解力が徐々に授けられます。23の下から24、そして28節です。すでにイエスに信頼している方々に同僚のキリスト者が人生の嵐にあっています。精神的にも肉体的にも心に傷を受けて苦悩にあっています。その人にあなたの心配事を主に知っていただきなさい、このお方に信頼しなさいということはとても簡単なことではないですか。自分自身の生活は何不自由もなく何の問題もなく快適な時にそういうことを言うのは本当に簡単なことではないですか。同僚のキリスト者が経済的な危機に陥っています。その人にあなたの持っているもので満足しなさい、主に信頼しなさい、その反面自分の生活は毎月毎月期限通りに支払いを終えてインカムも入ってきます、新しい仕事にも預かってプロモーションまでもらっています、そんな裕福な状態から経済的に本当に大変な状況にある人に主に信頼しましょうという言うのはとても簡単ではありませんか。もし神が、いや、もし今日あなたの持っているものを全部取り除かれたら、もし生活費のために収入を得る今の仕事がなくなってしまったら、それでもあなたは神に信頼しますか。今まで住んでいた家を手放さなければならない、大切なものを手放さなければならない、それを売って生活費にしなければならない、そういう時にもあなたは神に信頼しますか。どうしてこんな痛み悲しみに遭うのかわからない、それでも神にあなたは信頼しますか。全く知らない土地に導かれても、それでもあなたは神に信頼しますか。私たちは神に信頼することよりも自分を頼りにすることを選びやすいということを正直に認める必要があります。どうしてですか。私たちは主のことを本当によく知らないからです。
弟子たちのように私たちも自分を頼りにするからです。その方が、自分に頼る方が簡単だからです。弟子たちも主を知らなかったからです。盲人は何も見えません。光だけ見える方もおられますけれども、盲人は何も見えません。自分に頼ることができません。だから自分ではなく他者に自分の頼みを置きます。もし自分自身に頼れば大変危険であるということをよく知っているからなんです。この場面に登場する盲人はイエスに信頼します。イエスに手を持たれて、そして導かれます。信頼します。信頼度がどうであるか問題ではありません。この盲人は単純にイエスに信頼します。この箇所の奇跡はマルコだけが記録している奇跡です。いつもイエスは瞬時に癒されました。ところがこの奇跡は瞬時に癒されませんでした。徐々に癒されていったんです。23節にイエスは盲人の手を取って村の外に連れて行って、そしてその両眼に椿をつけて両手を彼に当てて、何か見えるかと聞かれた。すると彼は見えるようになって、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言ったというんです。イエスの時代、この唾液というのは目の病に効く薬として受け取られていました。でそれでイエスがご自分の唾液を手に飛ばす、そしてその唾液がついた指を盲人の両眼に塗りました。椿を飛ばす音、目が濡れたことで、目が濡れたことで盲人はイエスがこれから自分の両眼に両眼を、またその視力を回復させてくださると思ったんです。別の言葉で言い表すならば、イエスは唾液を用いてこの人の信仰を励まされたんです。唾液が癒しのもとではありません。イエスはこの人に尋ねたんです。何か見えるか、弟子たちのためにそう尋ねたんです。その盲人のそばに弟子たちがいたんです。この盲人は生まれつきの盲目ではありませんでした。彼は木というものが何かを知っていたからです。おそらく病気から盲目になったのでしょう。中東諸島ではよくあることです。病気になって盲目になってしまうと。盲人は言いました。人のようですが木が歩いているように見えます。しかしどうしてイエスは徐々に治されたのでしょうか。おそらく弟子たちを意識しておられたのでしょう。霊的視力というのは徐々に授けられるということです。イエスが弟子たちにご自分についてくるように、この招かれた時からおよそ2年間、おそらく2年半ぐらいだと思います、イエスにずっと付き従ってきました。彼らはイエスの教えを聞いて、そして数々の奇跡を目撃してきました。しかし弟子たちはイエスが言われていることを、教えていることを理解できませんでした。この盲人が弟子たちを代表しているかのようです。イエスが見せてくださったことを理解できない、わからない弟子たちをこの盲人が映し出しているのかのようです。イエスは弟子たち、いえ私たちに示してくださっているんです。イエスは私たちの霊的盲目を癒してくださり、徐々に一歩一歩少しずつ私たちに正しく物事を見る認知力を与えてくださるお方なんです。私たちが独立独行、自分を頼りにする、そういう生き方から
神に信頼する生き方ができるように、自分の力ではなくてイエスの癒しによって、私たちは主が教えられていることを少しずつ徐々に理解することができるようになり、主が私たちに示してくださること、霊的な真実を分かるようにしてくださるんです。イエスは盲人に言われたんです。何か見えるか、視力が回復してきた彼はこう言ったんです。人のようです、でも木のように歩いています。28節に弟子たちのイエスへの応答に注意してください。イエスは弟子たちに、人々は私を誰だと言っていますか、バプテスマのヨハネだと言っています、エリアだという人もいます、預言者の一人だという人もいます。彼らは答えたんです。イエスは徐々に彼らの霊的盲目を癒して、そしてご自分が誰であるかを示し始められました。もしかしたら皆さんの中でとても怖い状況の中におられる方がいるかもしれません。本当に不快な思いを今感じておられる方がいませんか。苦しい状況の中で、試練の中で、期待していなかったことが起こって怖い、夜寝れない、不快な思いを感じておられる方がいませんか。そのような状況はあなたにとって絶好のチャンスなんです。どういうことですか。主の御顔を慕い求める絶好のチャンスなんです。主イエスが必要を備えてくださるように、主が行くべく道を私に示してくださるように、主に頼る絶好のチャンスなんです。主に頼ることを学ぶんです。試練や苦しみの中で、私たちはどうして神様はこのようなことをお許しになるのかと、一生懸命理解するのはやめましょう。神の思いと私たちの思いは違います。神の道と私たちの道は違います。理解することは不可能です。ですからこの盲人のように、幼い子が親に頼るように、主イエスに頼りましょう。そうすれば主が私たちに霊的な認知力を徐々に一歩一歩少しずつ与えてくださいます。そしてだんだんあなたは神が全てを治めておられることに気づき始めます。知らず知らずのうちにこの方に安心している自分に気がつくのです。理屈でもない、分からなくても、あなたは主に信頼することを選び始めます。私たちは一歩一歩、確かにどんな状況の中でも神に信頼することを学んでいくんです。イエスに信頼するなら霊的理解力が徐々に授けられます。これが二つ目のポイントです。三つ目のポイントは、イエスをより深く知れば完全な霊的視力と理解力が保証される。イエスをより深く知れば完全な霊的視力と理解力が保証される。25節と29節です。これまで弟子たちはイエスについて知ってきました。イエスについて about、 その中でイエスに信頼することを学んできました。イエスへの信頼のゆえに、彼らはイエスを個人レベルで親しく知ることができるようになりました。あなたはイエスを本当に知っていますか。イエスについて知っていると尋ねているのではありません。あなたは本当にイエスを知っていますか。あなたがあなたの親友を知っているように、あなたはイエスを知っていますか。
インターネット上でまたは写真に写っている人を見るときに、これ例え話ですけれども、その人について写真に写っている人についての情報を私たちは得ることができます。その人が属している人種、またその人の背丈とか髪の毛の色とか皮膚の色とか目の色、もしかしたらその人の好みのドレスが分かるかもしれません。しかし写真を一生懸命この観察してもそれ以上何も知ることはできません。憶測で知ることができるかもしれませんが限度があります。表面上の情報だけです。その人について知りうるけれども、その人を個人的に知っているとは言えません。主が私たちに、私についてきなさいと、その招きを受け入れた時から、イエスは徐々に一歩一歩私たちに霊的盲目を癒し始めてくださいました。この癒しのプロセスの中で、私たちはイエスについて知ることから、イエスを実際に知るようになっていくんです。イエスをより深く知れば、完全なこの霊的視力と理解力が保証されるんです。これが3つ目のポイントなんです。25節に、それからイエスはもう一度彼の両眼に両手を当てられた。そして彼が一生懸命というか見つめていると、すっかり治って、すべてのものがはっきり見えるようになったって言うんです。私たちもイエスにもう一度触れていただきたいです。子供のように私たちはフォーカスすることを学ぶ必要があります。何に集中するんですか？救い主なるイエスにです。このお方は信仰の創始者であり、また完成者であられます。このお方から目を離さないことです。このお方についてではなくて、このお方を知ってください。親しく、より深く知ってください。霊的な癒しには私たちの側の責任が問われます。フォーカス。このお方から目を離さないと。もちろん私たちに霊的理解力を与えてくださるのは神ご自身であることを常に覚えておくべきです。以前、私たちがまだ救われていなかったとき、神を信じなかったとき、イエスを信じなかったとき、霊的な真実に全く私たちは盲目でありました。しかし、イエスに信頼したときから、私たちははっきりではありませんけれども、すりガラスを通して見ているかのように、霊的な真実を見ることができるようになりました。しかし私たちがイエスをもっともっと深く知るようになれば、もっとはっきり見えるようになるんです。あなたがイエスに信頼すればするほど、あなたはイエスがどんなお方であるかを知るようになります。親しく知るようになります。それは主イエスがあなたと親しい関係を持たれるからです。それがあなたの力となります。29節見てください。するとイエスは彼らに尋ねられた。彼らというのは弟子たちです。では、あなた方は私を誰だと言いますか。弟子たちを代表してペテロが答えてイエスに言ったんです。あなたはキリストです。ペテロと弟子たちは、旧約の預言者たちが神だけが盲人の目を開くことができると知っていたからです。ペテロは弟子たちを代表してイエスが神人、すなわちメシアであるということを、キリストであるということを告白しました。すでにイエスを信じた方々に、私に従ってきなさいとの招きに応答した皆さんに、あなたも私も、私たちの肉眼でイエスを見たことがありません。実際に目の前でお会いしたこともありません。それですから、聖書からイエスについて知ることだけですと考えがちです。私たちはペテロや弟子たちとは違う境遇ですと結論付けてしまいがちです。いえ、それは間違った考え方です。今日もイエスは
私たちと個人的に親しく知るようにと望んでおられます。しかし私たちはこう言うでしょう。そんなこと可能ですか。弟子たちはイエスと一緒に過ごしました。2000年前のことです。皆さんに尋ねます。イエスが十字架で死んだ後何が起こりましたか。イエスは3日目に死者の中からよみがえられました。それでどうなったんですか。天に上げられました。何のためですか。私たちに聖霊を送るためです。イエスを信じるすべての人のうちに聖霊が宿られているんです。イエスが聖霊を通して私たちのうちに宿っておられるんです。ですから今もこの時もです。ですからイエスについてだけではなくイエスを個人的に親しく知ることができるんです。インターネットや写真に写っている誰かについて知る程度のものではないんです。弟子たちがイエスを直接しかも個人的に親しく知ったように、あなたも私も個人的に主イエスを親しく知ることができるんです。主が好まれること、好まないこと、主の個性、主の選ばれる道、主の考え方を知ることができるんです。このお方と親しく交わることができるんです。皆さんに牧師とか教会の指導者とか何らかの指導者とか、また特別な賜物を持っている人を通してだけ主イエスを知ることができますというような教えには十二分に警戒してください。それは嘘です。神の敵である悪霊の巧みな罠です。嘘です。そのような偽りの教えには耳を貸してはいけません。皆さんお一人お一人のキリストを信じるお一人お一人のうちに聖霊が宿っておられて、個人的に主イエスを親しく知ることができるんです。さあレストランに行きました。席に着いたあなたにサーバーは何を差し出しますか。メニューですよ。レストランのメニューです。メニューの目的は何ですか。メニューを丸暗記するためですか。違います。メニューの目的は案内です。道路の地図のようです。あなたのお腹を満足させる食べ物の案内書です。同様に私たちには、私たちの霊の満たし、私たちの人生の道しるべのメニューがあるんです。イエスについて伝えるこの神の言葉、聖書です。もしイエスについての知識を肥やすために聖書を学ぶならば、いつしか魂が霊的に乾ききってしまうでしょう。イエスについてではなくて、イエスを親しく知るために聖書を学ぶんです。それも食べ物をゆっくり噛み砕いて味わいながら、味見しながら、おいしいな、これまずいなっていう食べ物もありますよ。自分の罪が示される時です。これまずいな。でも食べるんです。子供に野菜を食べさせるのは一苦労です。体にいいものだから食べさせる。まずいけれどもチクチクするな。自分の罪が示されてチクチクするな。でも食べるんです。味わいながら噛み砕いて魂に入れるんです。それも祈りを通してです。イエスとの交わりを持ってください。毎日です。この方と触れ合うんです。祈りを通して、御言葉を通して。そうすれば写真のイエスではなく、今も生きて全てを治めておられるイエスを親しく知ることができるようになります。
神の言葉と祈りによってイエスを知るんです。そうすれば私たちの魂は炎のように燃え上がって、どんな状況の中でも、どんな厳しい状況の中でも感謝と喜びで満ち溢れるようになります。最初に目の中に隠れた27枚のコンタクトレンズに気づかなかった人のことですけれども、コンタクトレンズを外そうとしたらどこかに落としたのかわからなくなったと思いました。しかし実際は目の奥に入り込んで見るものを皆が何でもぼんやり見えました。もし物が見えなくなったら、ぼんやりしてきたら、視力を直してくれる医者に見てもらう必要があります。私たちも一生懸命自分の力で頑張って問題を解決しようとしてしまいます。そして不必要なものを加え続けて問題を複雑化してしまうんです。ある人はですね、心がものすごくこの寂しさがこう心にこう湧き上がってくると、でそうすると物を買うんです。新しいものを買うと、なんか自分がの心が癒されると思うんです。それでまた物を買う、物を買い続ける、そういう方がおられます。そうじゃないんです。自分の力にで頑張って問題を解決しようとするとそうなってしまうんです。不必要なものを取り除く、すなわちまず自分に頼ることやめる、主イエスに信頼すること、そうすれば主が私たちの物事をですね、霞んで見るこの弱い視力を取り除いて、はっきりと見えるように癒してくださるんです。イエスの癒しによって私たちの霊的視力が回復され、神の御心は何かをはっきりと知ることができるようになります。主は今日私たちに尋ねられます。何か見えるか、お祈りします。主よ、私たちは今日あなたが盲人の視力を徐々に癒されたこの出来事、この奇跡をから学ばせていただきました。弟子たちのように私たちも自分自身の力に頼って頑張って問題を解決しようとしてしまいます。そして不必要なものを加え続けて自分が抱えている問題を複雑化してしまいます。どうか主よ、私たちを助けてください。不必要なものを取り除くために、どうかあなたに信頼する私たちの目を、どうか視力を強めてくださり、弱い視力を取り除いて、はっきりと何が正しいことか、あなたの御心であるかを見えるように癒してくださいますように、キリストの尊い御名によって願います。アーメン。